はいどうも、おもちゃんねるんです。今回はこちらいってみましょう。トミカハイパーレスキュードライブヘッドのサポートビークルサニックジェットです。さあ今回は少し前に紹介したドライブヘッドのソニックインターセプター、これをさらにパワーアップさせるサポートビークルのソニックジェット。ではまず箱を軽く見ておきますね。今回のサポートビークルはこんな感じの飛行機型のかっこいい機体です。ちなみにお値段はヨドバシカメラで1750円で、で機体の他にソニックジェットのドライブバッジが付いています。で箱の側面、ここには今回の合体例がソニックジェットとソニックインターセプターがシンクロ合体して、こんな感じのソニックインターセプタージェットバーニアンになります。これはなかなかかっこいい感じですね。で箱の裏側、ここにもね同じような合体例が書いてあって、でここには他のサポートビークルの説明も書いてあります。でそのさらに下には、今回のソニックジェットはインターセプターだけではなく、レスキューバックドラフトやホワイトホープともシンクロ合体ができるみたいですね。これはなかなか素晴らしいですね。さあそれでは早速見ていきましょう。よいしょ、中身の方はよいしょっと、はい、結構ぎっしりとこんな感じで詰まってます。それと袋の中身はシールにいつもの紙とドライブバッジで、大きめの説明書が1枚。さあではとりあえず全て取り出しましょう。僕思うんですけど、これで取り方合ってるんですかね。バチバチと、でこれがメインだな。で多分足のパーツ的なやつと、ジェットエンジン的なやつと、これは武器ですね。もう一つも、これも似たような感じで、大きな羽、ウィング。はい、中身は全部でこんな感じ。ではではもう早速シールを貼ったりして組み立てていきましょう。組み立て前にシールを貼った方が貼りやすそうですね。よいしょ、まずはくるっと、で羽のところにペタペタと貼っていきましょう。うりゃ、メインパーツをねこんな感じで歪まないようにと、でこれにもペタッと、こことここですね。あとこの丸いやつも、もう片っぽも同じように貼っていくと、これでシールはラスト。はい、これでシールは貼り終えました。じゃああとはもう合体していくだけですね。ここは簡単です。2個これをつけて、羽のパーツをここに装着、でこのパーツバックバックツインバーニアを装着、さらにその後ろにシングルバーニアで裏返して、これが単銃で、こっちが多目的4連銃をつけると、はい、こんな感じでサポートビークルのソニックジェット完成しました。なかなか素晴らしい、かっこいい機体に仕上がっております。この状態では後ろはこうですね。こうしとかないと飛行機っぽくならない。なかなか細かいところまで作られていていい感じですね。ただ後でね、比べてみますけども、ソニックインターセプターと同じで、以前のタイプのソニックジェットとかなり似ている気はします。さあでは続いて、ソニックインターセプターとシンクロ合体もやってみましょう。やり方はすごく簡単です。まずね、パーツ類を外していきます。こんな感じで、羽も外して、おっと、武器が吹っ飛んじゃった。で、後ろのこれも抜いておいて、で、抜いたやつがね、足になるんで、ここ広げてしまいます。で、ソニックインターセプターの方も、ウォーカービークルの状態に持っていきましょう。こんな感じで変形させておいて、で両足は今回のソニックジェットの分を使います。これを差し込んで、ピッて背面に羽をそのまま取り付けてあげれば、はい、まずこれでシンクロ合体完成です。いいですね。なかなか羽の存在感が大きくて、かっこよく印象変わりましたね。これはかっこいい。で、この武器なんですけども、こんな感じで両方外して、
片一歩ずつ両手に持たせると、はい、こんな感じでなかなかいい感じのスタイルも出来上がります。これかなり強そうで、武器はね一つにまとめることもできて、よいしょ、ここの部分でくっつけることができるんで、こんな感じでさらにすごい感じにすることもできます。すげえ、銃がもう腕より長い。ちょっと不安定か、あ、大丈夫か。なかなかねいい感じのシンクロが大完成です。で、取り外したこのパーツにも、もともとねソニックインターセプターについてあったこれをカチカチと取り付けて、あとこれもここにつけて、ソニックワッパーとかパトランブーメランとかもここにつけてあげると、はい、こんな感じで一つにしておくことができます。こんな感じで一つにしておくとパーツとかなくさないんでちょうどいいですね。そしてこの状態もまあまあそこそこいい感じで、かっこいい感じになってると思います。では続いて他の2体ともシンクロ合体してみたいと思います。ではまずレスキューバックドラフトから行ってみましょう。はい、この感じで出来上がりました。お、これはねこれで結構いいんじゃないですか。なかなか青と赤って相性がいいんで、かっこいい感じにシンクロ合体できてると思います。おお、素晴らしい。青と外れちゃった。なんかちょっとカラーリング的にトランスフォーマー感みたいなのが出てて、まあ作品はね別になっちゃうんですけど、非常にねなかなかいい仕上がりになってるんではないでしょうか。これは好きですね。では続いてホワイトホープも行ってみたいと思います。はい、こんな感じでホワイトホープとのシンクロ合体も完成です。お、これもかっこいいじゃないですか。レスキューバックドラフトとまたインパクトが違いまして、非常によく似合ってます。赤と青もかっこよかったんですけど、青と白もなかなか落ち着いた感じのイメージがあって、これはこれで本当に素晴らしい、かっこいい仕上がりになってますね。おー、なかなか本当にどれとも相性バッチリのサポートビークルソニックジェットです。うん、なかなか素晴らしい。じゃあちょっとね一旦ソニックジェットの状態に戻していきます。はい、とりあえず一旦戻しました。で、なんで戻したかというと、これと比べてみましょう。以前のソニックジェットですね。はい、パッと見た感じね、形はねもうほぼほぼ同じですね。パーツの作りとか完璧に一致すると思います。違うところは本当にねもうパーツのカラーですか、それの違いと、あとはステッカー類ですね、それの文字のデザインの感じとかが違ったり、まあ色合いが違ったりとか、結構ね細かいところを言うといろいろあるんですけど、多分ね見渡しても本当にパーツ自体は完全に一致するものがあります。まあもう少しねちょっとこう形自体が変わってたらよかったかなと思っちゃったりするんですけど、まあこの辺は合体するから仕方ないのかな。なかなかね大きく変えてしまうとね本当にその辺に支障ができてしまうと思うんで、まあもう一度ね一から設計することを考えると、この形で出した方が無難なのか、まあそのあたりはねメーカーさんの考えがあるんで難しいところなんでしょうけど、まあ今回のサポートビークルソニックジェットは以前のものと比べてしまうと色違いのデザイン違い、そんな感じでしたね。はい、ってなことで今回はトミカハイパーレスキュードライブヘッドのサポートビークルソニックジェットを紹介しました。まあなんだかんだ言ってもね、まあソニックジェット自体は先ほども言いました通り以前のものとそこまでめちゃくちゃ変わりはないんですけど、結構色の違いで単体もそうなんですが、ソニックインターセプトや他のウォーカービークルとシンクロ合体させた時にもそのカラーで結構イメージが変わってくるんで、ぜひね以前のやつをお持ちの方も、今回のは深めのカラーなんで結構渋いんで一度合体試してみてください。結構ね僕の中での一押しはレスキューバックドラフトとのシンクロ合体です。結構ね色がマッチングしててかっこよく変身できたと思います。まあでもホワイトホープとのシンクロ合体も捨てられませんね。ぜひね3体お持ちの方はいろんなシンクロ合体を楽しんでみてください。ではでは今回はこの辺りで、おもチャンネルのタルでした。皆様のチャンネル登録やコメント評価どんどんお待ちしておりますのでよろしくお願いします。またお会いしましょう。ごきげんよう、さよなら、バイバイ。